地獄チャンネル登録よろしくお願いします。マジでおもんなそうやな学生時代死んでますからね本当に今が圧倒的に人生のピークみたいな、やっと世界に色がつき始めた学生時代地獄系 YouTuber 作り笑いしかできなかったですねマックス作り笑いそれ写真が中学やな、はい、僕はずっと悪夢だったね、僕学生時代6年悪夢長いな中学は地獄か地獄じゃなかったかで言うとどっちだった？地獄でしたね超地獄でしたっ一気に悪夢が蘇って強い方のエピソード聞いてから弱い方の怪物くん行くわドイちゃんは何が地獄やった？じゃんけんで負けたらあとパンダーとか言ってじゃんけんすらも他の学校スノーブとか、ね、マスクに赤バッテンかけてるよ、ね、強かった教団を窓から投げたんですよそのヤンキーがそこちくりしたんや俺の女でやっただろうって蹴られたぐらいしかなくて何それやるわけねえじゃんなんでこういう作り笑いしかできない全編全編やでも第一志望も落ちましたね第一志望とか落ちるなよ本当にいろいろなんか盗まれたりとかしました、ね、同級生の窃盗団があそう窃盗団大丈夫か俺さっきから笑いまくってるけど今回の動画俺が叩かれたよせえんから恋はガンダムシードの女キャラ同士戦ってるんですけどこれ修学旅行行った時だから中2ぐらいですね修学旅行の顔せえよ結構鼻くそ食って食べてたんで結構食って食べたね結構食ってましたね、うん、そっからもうめちゃくちゃパッシングされてそうそうそう今のところお前だけがずっと悪いでこれ女よりも背の対象化け物だったっけ鼻くそ軍団ってチーム H 受験はどうだったの？あ、受験全部落ちましたねこれだもっと激臭放ってましたけど3ヶ月あのお風呂入ってなかったえ起きてから9時間半何してんのお前オナニーと焦りどころか自由時間増えたラッキーよくお父さんに見つけられてテレビ壊されたり根元から行くのよ悪いやつだから極悪人やからこれ何してたんだろうなもう記憶にも残ってない記憶にも残ってないよなんか窓眺めてたとこ来ましたね最高やった1年間俺1回しか出てないですそんなでその1回が何やったの？エロビデオを買いに行くっていうなんか不足のお金だったのお母さんのそれで初めて入れる場所分かりましたチンチンの太陽の光も1年間浴びてないと分かってるちょっとこう地獄一個ってのはもうバレてたんですその時ひょんなことでAV ちょっと借りてきてよみたいなうわきつディッチメン高校編高校編自分の本当に中学校で唯一 の, その尊厳がその頭がまだいいっていうどうしようもない人間が誕生してしまってお前テスト点数負けたら奴隷だみたいなその同じ見事に半分以下で奴隷決定で高2から始めたんですよ初任憲法は全然そんな強くすぐになるわけなくてそのバンドさせられて吹っ飛んで初任憲法始めたばっかりに便所で飯食って肉汁ってことですどんどん心がやっぱ壊れていくわけですね結構あの男の娘って書いてあの男の子はいはいはいヒーローマンってアニメのジョイ君っていうジョイ君ジョイ君っていうキャラに勝ち越しちゃってチンチンついてないってチンチンついてるよデート行って何をすんのそれは頭の中でなんか一緒にケーキとか食って自分とジョイ君の距離を縮めたいって言われてジョイ君受験見てジョイ君受験見てこれ絶対ジョイ君のおかげだなろうそくで明かりを灯しながらジョイ君の会社にしたすらこれセミロングがいいんですよねこれねこの感じおーすごい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 人生かけてたんでこのうまく描くことにこのジョイ君漫画家はちょっと考えたんですけどやっぱ芸人選んじゃったんでやっちゃったパンと会いまくって飲み会してセックスしませんかって言うぐらいになったもんな
ジョイ君と自分以外世の中破滅してもいいとか思ってしまっていじめてたやつとか飛ばしたい。こいつが言ったんだけどあ、チーム H の、あ、そうそうそう、チーム H ドイちゃん VS15 人ってこと。あ、そう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 、うん、行くなってそんな飲み会めっちゃバックレてたら孤独な人生歩みを勝手にとか言われてあでも31の男がそんなこと言ったってことやんな。それなかなかやな31のそこそこおっさんがそういうこと言ってきたってことやろ。いやー大ちゃんもっと売れなあかんなで今年のアルバムどうなんねんって時もうエントリーし忘れてし忘れちゃいましたね2加減にしてて食べてないで2回ちょっと怒られちゃいます彼女の誕生日プレゼントに持ってくカメさんこっち見てそうですね大変だったみたいやな。そっちはジョイさん、おー、はい、童貞卒業おめでとうございます。おー、ありがとうございます。卒業しちゃいました。はい、ありがとうございます。勝利です。何もすんだそう、なんでそのお祝いのシャンパン、はい、シャンペン、シャンペンだってね。開けるか。開けますか。おー、こういうコルクが。あれ、どうすんだっけ。その針金外す。外す、外す。あ、違うか、こっち、どっち、どっちだ、皆さん。どっちましかなんか。どっちましたね、これ。この距離で分からけないわ。分かんない。どっちゃ、どっちゃ、すごかった。平面なってたけど。はい、はい、はい。そうです。はい、ありがとうございます。どちらに卒業おめでとう。ありがとうございます。殺人おめでとうっすか。どちらに卒業おめでとう。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで。おお、お前ベロベロなんだ。ベロベロさ、もうベロベロさ。カズキ別に酒強ないからな。北の集合とかなんか言ってるけど。この前だって長野なんて2、3本取るはずやったのに、カズキ酔い潰れて1本で終わりっていうな。その説はすいませんでした。白酒っていう酒を飲んでたんで、結構強いやつ。ハイボールやん。あ、そっか。強い酒というか、それはハイボール。髪の毛やばいって。それやめてくれよ、もう。ドイちゃんとは同卒ですよ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。もともとは、童貞卒業っていうのはどういう定義に。童貞卒業っていうのは、まあ、自分の勝利人憲法、習った師匠によりますと、フィニッシュしたら卒業っていうことですね。はいはいはい、挿入したことがあったんですけど、フィニッシュが、その床の弊害で、できてなかったんですね。20年やってたんで。で、まあ、この度めでたく、フィニッシュに至ったっていう。スポーツみたいに言う。どういう状況ですか。彼女の誕生日は3月30日だったんです。群馬県の伊香保温泉に行きまして、うん、宿もちゃんと取りまして、その彼女とは今まではチャレンジはしてたんですよね。6回ぐらいやってたんですけど、全部ダメで最後まで行けなかったってこと。行けなかったんですね。11時ぐらいに今彼女がちょっとしようよみたいななったんですけど、うん、ちょっと疲れすぎて寝ていいって言って寝てました。一回寝まして、1時ぐらいに起きてやりますかおっ始まり言いまして、まあまあまあ1時間ぐらいやって、いつもももでお腹してるんですけど彼女から、はい、入れるっていうのをやってまして、それ1時間半やったんですけどダメで、彼女がもうちょっといい加減にしてて食べてないで2回ちょ怒られちゃいます。ふざけないでって言われて。チャンネル登録よろしくお願いします。マジで。